2015年のクソ系オブザイヤーは、空前絶後の2大問題作による正面衝突であった。2度の変身を遂げ、コティ史上最悪とも目される才能瓦バグを生み出した伝説のクソゲー、味の子。テトリスの仕様の隙を突き、時間消失枠によって、プレイヤーを恐怖の渦へ陥れた究極のクソゲー、テトアル。天地明道の激戦は、見事、味の子の勝利に終わり、コティ史に、また、一つ新たな伝説が刻まれた。その裏で、スレもまた、歴史の変わり目を迎えていた。旧ウィキの運用停止、そして、新ウィキへの移住である。2008年に創立されて以来、総評のジュリや嵐への対応などの大役を務め上げた旧管理人の勇退に対し、スレ10人は、思い思いの謝辞を述べた。そして、新たなアジトを開いてくれた新管理人には、その勇気を称えて、最大限の喝采が送られたのであった。ともあれ、こうして、新体制のもと、2016年のコティが始まった。果たして、今回は、一体、どんなゲームが待ち構えていることだろうか。4月6日、回線ののろしは突如として上がった。プレイステーション3専用ダウンロードソフト、ランボー・ザ・ビデオゲーム、映画、ランボーシリーズは、言わずと知れた戦争アクションの雷鳴的存在。かつてベトナム戦争で戦った機関兵、チュン・ランボーを主人公とし、戦争の不条理に葛藤しながらも、超人的な肉体で戦い抜く。その生き様を苛烈に描き出す。80年代に発表された3部作が、瞬く間に、世界に旋風を巻き起こしたことは、今更特筆するまでもないだろう。さて、本作は、そんな人気シリーズ3部作を原作としたガンシューティングである。原作のネームバリューの高さに、キャストの顔の再現や爆破エフェクトなど、なかなか頑張っているグラフィック。さらには、国内発売にあたって、先に発売していた海外版の DLC を価格据え置きで付けるなど、良い面だけ見ると、期待できそうな本作であったが、一つだけ、猛烈な不安材料があった。開発。で4。据え置き機部門のコティで、2012、2013年と2連続ノミネート。携帯機部門では、2012年に大賞を輩出した、あの、ヘビーファイアシリーズの開発会社である。では、早速評価を下していこう。まず、ヘビーファイアシリーズ最大の問題点であった、戦場のリアリティが、治っていない。この問題点は、第一義的には、敵を全滅させるまで、その場から動けないというガンシューティングのゲーム性に、必ずしも隠れられないし、隠れても撃たれるという、理不尽な現実主義路線を混ぜてしまったことであった。だが、今作では、それを改善するどころか、さらに強化し、隠れていると、敵が遮蔽物をぶっ壊して迫ってくるし、いきなり手榴弾が飛んできて死ぬ。演出面でも、クソリアリストぶりは健在だ。例えば、映画一作目で、かつての上官からの説得に対して、ランボーが、涙ながらに、機関兵の苦しみを訴えた。映画2作目、ベトナムで、行動を共にしていたヒロインが銃で撃たれ、ランボーと最後の別れにする。といった感動の名場面は、戦場に、お涙頂戴要素は必要ないとばかりに徹底的にカット。これでは、葛藤もクソもなく、本作におけるランボーは、淡々と敵兵を殺していく戦闘マシーンにしか見えない。また、映画撮影当時のマスターから撮ってきたと豪語する効果音も、本当に、ありのままの現物を撮ってきただけ。Looking the way you do. Portland is south. You said you were headed north. There's a truck stop there. You can eat some. You got some place I can eat around here? Yeah. Hey. Me. Time stop. We don't need people like you. ペチペチ、パフンなどの可愛らしい打撃音を無調整でぶち込むあたりが、
実にヘビーファイア的なリアル思考だ。またランボーといえば不死身のイメージが強いが、本作においては非常にリアルに生身の人間ぶりを見せつける。例えば原作のランボーはロケット弾を撃ち込まれて生き埋めにされてもピンピンしているが、本作においてはそのあたりの増標に背中を取られて施設、自分の投げた手榴弾で爆死と、頓死に次ぐ頓死。ランボーというよりは肌感棒というべき耐久力のなさに、原作ファンは早々にこのゲームから怒りの脱出を試みるだろう。その他敵兵が妙にタフなこともあって、ランボースタイルのプレイが不可能と言ってもよく、ゲーム後半に至っては異常な火力と耐久力を誇る重装兵、かくれんぼしつつ高速球で手榴弾を投げてくるグレネード兵、その場にいるだけで敵陣営の攻撃力が倍増する指揮官の3者の前に死体の山を築くこととなると、ここまではランボーをいつもの戦場のリアリティで容赦なく上塗りしただけのように聞こえるかもしれない。だが本作の真骨頂はそんなものではない。真に恐ろしいのは映画界とクソゲー界それぞれの一流がコラボすることによって起きた化学反応である。ランボーの原作における映像作品としてのエンターテインメント性を追い求める戦場のリアリティと、ヘビーファイアシリーズ由来のエンターテインメント性の薄さをごまかすための戦場のリアリティ、相反する2つの個性の弁証法はより高次元な概念を生み出した。それこそが今作固有の新機軸、戦場のリアルリアリティが、その最たる例がリロードルーレットシステムである。一般的にガンシューティングでは弾切れを起こすとリロードボタンを押す必要がある。だがそれではランボーの強さがリアルに描けていないと考えたのか、スタッフはこのリロードアクションにルーレットゲームを打つ、目押しに成功すれば2倍、失敗すれば半分、止まるまで待っていれば通常通り充填されるという一種のボーナス要素である。そこまではまだいい。問題はそこにヘビーファイア特有のシビアさが加味されており、ルーレット中も敵の猛攻が一切やめないことだ。ついでに言えば目押し自体が無駄に難しく、大会は最後まで待つこととなる。以上から本作における弾切れは決死の覚悟でルーレットを回す回避不能な罰ゲームと化している。もう一つの目玉要素が怒りモードだ。今作には怒りゲージがあり、それが規定値に達すると一種のトランス状態である怒りモードに移行することができる。発動中は視界が赤く染まり、あたかも脳内麻薬が異常分泌されているかのごとく、ゲーム画面がスロー再生になる。これだけならランボーの超人性にマッチした演出と言えるが、ここで終わらないのがヘビーファイア流。彼らは自分で作ったこのモードを本当にただの錯覚と解釈したらしく、現実時間に換算するとほんの一瞬で終わる仕様になっている。ルーレットを一度回したり手榴弾のピンを抜いて投げたりするだけで怒りがすっきりしてしまう。ランボーを見ると映画で見せたあの荒々しい怒りはどこへ行ったのかと投げかかるを得ない。期待できそうな新システムで持ち上げた後、やっぱりヘビーファイアと変わってねえじゃねえかと絶望のどん底に落とす。このブービートラップにプレチューニンは次々にぶっかかり、晴れて本作はグティ入りすることとなった。ヘビーファイア関連作品によるツレ制圧はこれで3度目、しかもまた門番である。ちなみに原作のネームバリューゆえか、本作はプレイステーションストアの販売ランキングで最高2位を記録しており、外交問題に発展しかねないと判断されたのか、日本での配信開始からわずか9ヶ月後に販売停止されたことも付記しておこう。絶対的な門番が君臨するとき、外敵の脅威は遠いものとなる。達成と引き換えの一時の平和、支配されるという特典。ランボーの首輝きとでも言ったところか、しばらくの間門番を破るゲームが現れることはなく、気がつけば時は11月、年末の魔物の季節である。スレ住人はすでにある解釈の検証を開始していた。11月22日、コティの門は再び開かれた。たけだけしい方向とともにコロシアムに現れた。イカれる獣、PS4 専用 DL ソフト、トロー、牛との戦い。表題のトローとは、プレイステーションシリーズのマスコットキャラクターではなく、スペイン語で、お牛を意味する単語。闘牛シミュレーションゲームという、これまでになかった、全く新しいジャンルからの参戦である。さて、そもそも、闘牛とは何かという点を押さえずしては評価できまい。闘牛はいくつかの演目に分かれたショーであり、大別すると3つの見どころがある。1つ、闘牛士以外が登場し槍や森を突き刺して牛の闘争心を煽る前座のパート。2つ、よく知られている闘牛士が登場し暴れる牛をマントで華麗に翻弄する演舞のパート。3つ、最後にやってくるのが闘牛士が牛にとどめを刺す決戦のパートだ。ここで重要なのは、闘牛の本質がその名の通り牛との戦いであること。闘牛において牛は殺されるが、手負いの牛と対峙する闘牛士もまた死の危険に常にさらされており、両者は命がけである。
考察はここまでにして、ゲームの内容に入っていこう。本作は、スペインに拠点を構えるインディーズ制作スタジオの作品。実際の闘牛を模したステージをクリアしながら、闘牛に関するルールや背景知識の解説を読むという構成である。言ってみれば、闘牛の入門書としての側面があり、平易かつ闘牛愛を感じさせる丁寧な筆致は、おおむね高く評価されている。だが、その他の面でのクオリティは、インディーズであることを差し引いても、あまりにも清潔であると言わざるを得ない。グラフィックは、前編を通じて、20年以上前の初代 PS 時代レベルと評せざるを得ず、開幕早々、どぎつい配色の画面で、ローポリ人形がカクカクと踊り狂うオープニングムービーが、プレイヤーの網膜を焼き尽くし、音響に関しても問題は山積みであり、牛の走る効果音や歓声がない一方で、ブーイングだけ完備している。オプションで音量調整できるが、なぜか反映されないと、頭を抱える出来になっている。そして、肝心のゲーム性についてだが、極めて難解かつシュールであり、とてもではないが、一口では言えない。ここは、検証者の一人が提言した。本作で扱っているのはただの闘牛ではなく、新たな競技、闘牛、である。という仮説にのっとって説明していこう。まずはじめに、トロー、に挑んだプレイヤーは、スポーツとして再構成された闘牛。衝撃を受けるだろう。本作は、演武パート中心の構成になっており、難しい技を成功させること。連続して、牛の突進をかわすこと。この2点が、ゲーム性の肝になっている。そう聞いただけだと、実際の闘牛のように、様々なマントさばきで牛をかわし続ける爽快感のようなものを想起するだろう。だが、本作では、技の発動可能タイミングが一切示されず、ガンだけを頼りにボタンを押すしかない。また、技のコンボ中に牛に追突されると、獲得スコアがゼロになる仕様であり、安定してプレイするためには、いちいち連続技を中断するか、簡単な技だけで何とかしのぐほかない。以上の2点から、プレイスタイルは、必然的に、以下の通りになってしまう。一つ、運任せで大技を出し、一度成功したらガン逃げし、コンボが途切れるまで待つ。二つ、コンボ数ノルマを稼ぐために、一番最初に習う、その場で半回転するだけ、の地味な基本技だけをひたすら繰り返す。一見すると、闘牛とは、真逆のチキンファイトとしか思えない。この光景を通して、制作者は何を伝えたかったのだろうか。その真相は、彼らの闘牛愛を考えることで見えてくる。近年、闘牛の人気は陰りを見せている。その原因は、闘牛の持つ危険性や、要求される技能レベルの高さによる競技人口の少なさにあることは疑いようもない。そこで、本作では、スポーツとしての健全性を確保するために、まず、何よりも、安全確保を第一に組み込んだのだろう。また、機能の垣根を取り払い、初心者から上級者まで楽しめるように採点基準を整理したのではないか。このように考えると、本作のつまらなさは、闘牛がスポーツ化を模索する過程における一種の成長痛であると言えよう。そして、もう一点、闘牛と、闘牛の決定的に違う点が、スポーツマンシップに基づく牛との関係性、である。先に述べた通り、現実の闘牛において、牛は殺される。この点は、動物愛護の観点から、常に非難を浴びており、州によっては、闘牛禁止法が可決されてしまった例もある。だが、そんな現実世界の闘牛文化が苦悩する姿に対して、トローはコペルニクス的展開を提示する。牛は、共にスポーツを楽しむべき友達であるのだと。例えば、闘牛における牛は、興奮を促すために槍で疲れ、檻で刺されるという一方的な虐待を受ける。しかし、本作では、槍で突く場面はないし、幕合のミニゲームで森を刺す際にも、全く血が出ておらず、よく見てみると、面のバシ棒のような器具でマッサージを試みているだけだとわかる。闘牛士にも、現実の闘牛士とは違い、殺伐さを微塵も感じさせない公演を見せる。ステージ中で牛に吹っ飛ばされ、一見すると、危険な角度から、真っ逆さまに地面に突き刺さったりもするが、心配には及ばない。お互い傷つけ合わないという牛との信頼関係が築かれているがゆえ、何度でもノーダメージで起き上がることができる。そして、核心に触れよう。闘牛といえば、演目の最後の最後、真実の敵とも呼ばれる決戦パートが、本来は、最高に盛り上がるところだ。最後の力を振り絞って突撃する牛、Sタックを構えて、それを迎え撃つ闘牛士。両者が交錯するその時、一突きのもとに、牛の生命に終止符が打たれる、はずなのだが。本作では、肝心の瞬間、すごい勢いでカメラが動き回り、牛の姿が消えてしまい、何が起きたのか全くわからない。しかしながら、ここまでの考察を踏まえれば次のように解釈できるだろう。これは、殺されたと思われた牛を無傷で生還させるためのトリック映像であり、闘牛の持つ儀礼的側面を尊重しつつ、スポーツとしての健全性を目指したスタッフの粋な計らいなのである。以上から、本作はゲームという媒体を生かして、今後の闘牛の発展形をも提案する意欲作であったと言えよう。しかしながら、それが、
ゲームとしての評価に直結するか否かは、悲しいかな、全く別の話である。作中で流れるフラメンコギターの感傷的な旋律が、低評価のレビューが増えていく本作の行く末を物語っていた。スペインからの動物兵器を何とかしのぎ切り、ほっと胸をなで下ろした連れ住人であったが、その笑顔は固く、頬には一筋の冷たい汗が伝っていた。年末の魔物は他にもいたのだ。12月15日、運命の夜は訪れた。プレイステーション4向けシミュレーションや RPG、 古き良き時代の冒険譚。本作のジャンルはファイアーエムブレムなどでよく知られるシミュレーションや RPG。 オーソドックスな男性で、移動範囲やパラメータ特性の違うユニットを動かしながら敵 AI と戦う形式である。そして古き良き時代の冒険譚という旧壮大なタイトルの意味するところについては、制作者が掲げた下記の3つのコンセプトが公式サイトに燦然と輝いている。1つ、ルールは分かりやすくシンプルに。2つ、小難しい話や鬱展開にはならず。3つ、誰でも満足感を持ってクリアできる難易度で。実にあっぱれな心意気ではあるが、果たしてそれが実際の作品に反映されたのだろうか、などとは言うまでもなく、この場に名を連ねている事実が全てを物語っているだろう。以下、理想に燃えた制作者に敬意を表して、古き良きの目指したものと行き着いたところを一つ一つ丹念に紐解いていこう。1つ目、ルールは分かりやすくシンプルに。一言で表現するなら、シンプルさを追求しすぎて全く面白くなくなっている。まず戦闘システムについて話そう。本作ではユニットの取れる行動は攻撃するか待機するかしかなく、回避や防御のコマンドはない。攻撃は必ず命中し、敵 AI はほぼ一定の行動パターンで動くため、何度やり直してもユニット間の力の差は覆らない。次に操作キャラクターについて。主人公とボスキャラを除くと、本作には5種類のモブユニットしか登場しない。これは初代ファイアーエムブレムの4分の1にも満たず、しかも全て敵味方共通である。同種のユニットであればパラメータの違いは誤差程度、習得魔法は全く同じであり、キャラ育成の自由度も皆無と言える。最後にゲームバランスについて。本作のダメージ計算式はアルテリオスなどに見られるダメージイコール攻撃力引く防御力という極めてシンプルなものである。この計算式ではレベル差によって戦闘結果が大きく変わるため、バランス調整に細心の注意を払う必要があるのだが、案の定と言おうか、本作では少しでも適正レベルに不足すると途端にダメージが通らなくなる。これらの話を総合するとどうなるか。プレイヤーの腕の見せ所である戦術要素がまるでなく、キャラクターの育成にプレイヤーそれぞれの戦略性を見出すこともできず、ただひたすら勝てるレベルになるまで淡々と経験値を稼ぐことしかできないのである。実際全21ステージの長大なプレイ時間の大部分を経験値稼ぎに費やすことになる。ちなみにチュートリアルでは、詰まったら同じステージを何回もやり直してレベル上げしてねという直球の指示があり、経験値稼ぎと撤退コマンドを繰り返すのはれっきとしたメーカー推奨の遊び方である。なお制作者は本作の発売に並行して、ゲームとして一番つまらないのは同じ行為を繰り返すことだと思うんですと述べているが、この批判が自身の作ったゲームにクリティカルヒットすることについてどう思うか問うてみたいものだ。そして2つ目、誰でも満足感を持ってクリアできる難易度で。ゲーム初心者向けに古き良きには2つの救済措置が用意されている。その1つが後出しじゃんけんシステムだ。本作では交戦前に敵味方ともにダメージ無効化や HP、MP 全回復などの特殊カードを使用することができるのだが、敵 AI が何を出すかプレイヤー側には事前に突き抜けになっている。よってこちらは相手の出方に応じて有利なカードを選択するだけでよく、ただの茶番としか言いようがない。もう一つがドーピングである。本作では攻撃力、防御力、魔力のそれぞれをステータス上昇魔法で底上げすることができるか、ステータス上限の99まで重ねかけできる仕様だ。敵 AI は馬鹿正直に1回しか使わないため、プレイヤーはこの仕様に気づいてしまうと相手を一方的に蹂躙できるようになる。確かにこの2つを駆使すれば誰でもクリアできるだろう。だが得られるのは満足感ではなく、チートで勝ったところで何が面白いんだろうという虚無感ではなかろうか。最後に3つ目、小難しい話や鬱展開にはならず。本作のシナリオでは最初にこんな説明をされる。舞台は中世風の国で、計7人の王子王女が次期国王の座をめぐって勝負することになった。王家の墓というダンジョンに挑戦し、最深部に一番乗りした者が勝ち。果たして
末っ子である主人公は兄や姉たちに勝つことができるだろうか。ここまではいいとして、問題はここからである。まず起承転結の起にあたる話や設定の組み立てがない。戦うことになる他の王子王女は仲違いも腹違いもなく、そもそも王位継承に関して揉める要素が一切ない。各々の動機も王になってモテたいからだの、女王になってニートしたいからだのと不真面目なものばかり。一見中世風に見える世界観も二次元の嫁やスマートフォン上の物体が出てくるなど完全に自戒している。続いて天と言えるようなドラマ的な盛り上がりがない。本作ではいくら敗北しても肉体的には無傷という設定であり、緊張感はゼロ。仲間は現地で拾うモブしかおらず、最初から最後まで一言もセリフがない。そしてケツ、すなわち落ちがない。ダンジョン最深部に到達した主人公を待ち受けるのは、実はエレベーターがあったんだという脱力者のご都合展開であり、あっけに取られるプレイヤーを尻目にほのぼのと家族で団らんした後、次の一節で唐突に幕切れする。彼の治める国はどのようなものになるのでしょうか。それは皆さんのご想像にお任せします。王国に幸あらんことを。この通り起承転結で言えば、思いつきを書き連ねただけの木の部分しかないのが古き良きの最大の特徴だ。これでは小難しくない話や明るい展開ではなく、ただの黒歴史ノートである。総括すると、本作は古き良き時代のシンプルかつ奥深いゲームでもなければ冒険探ですらない。シンプル2000座レベル上げ作業か墓場で家族会議の二択で迷うところだろう。これでは小難しくない話や明るい展開ではなく、ただの黒歴史ノートである。本作の4分の1ほどの値段で売られている。ゲームアーカイブスを漁る方が100倍有益であると言えよう。以上が本年のノミネート作すべてである。表と裏の超一流コラボが生み出したバイオニックソルジャー、ランボー。世界に羽ばたく闘牛士、トロン。恐れを知らぬブーメランの名手、古き良き。機体の艦友が揃い踏みし、三者三様の計略で混沌と化した戦場を見事に平らげ、新時代の天下統一の旗を立てたのは、古き良き時代の冒険譚である。なぜ猛者揃いのノミネート3作の中にあって本作が勝利したか。それはこのゲームの真の姿がプレイすればするほどに凶悪さを増していく、君と響き合うクソゲーであるからだ。この言葉の真意を伝えるにあたって、まず他の2作と古き良きの決定的な違いを説明しよう。ズバリそれは、古き良きにはプレイヤーの成長が存在することだ。ランボーは典型的な理不尽ゲーであり、修練よりも死なずに済むまでやり直すだけの試行回数がものを言う。トローはそもそも何をもって技の成功が判定されているのか、検証者の誰にも解明できなかった。これらに対して古き良きでは理不尽要素もルールの破綻もなく、プレイヤーのスキルは順当に成長していく。それ自体は普通は歓迎すべきことなのだが、本作においては事情が違う。一つ一つ見ていった通り、本作には遊び方の自由度がなく、真剣勝負のスリルもなく、読むべきテキストもない。プレイヤーには考えるべき内容が何もなく、ただ手を動かすのみだ。するとプレイヤーに何が起きるか。プレイスピードの果たしない加速である。解き終わったパズルを何度も解かされるようなうんざり感とともに、プレイヤーの手際はどんどん良くなっていく。何も考えなくとも次の一歩が瞬時に思い浮かぶように、はたまた相手の動きが自動的に予測できるように、そして同時進行的にゲームの側にも変化が訪れる。ゲームスピードの相対的な低下だ。プレイヤーの精神が加速すれば加速するほど、目の前のゲームの挙動がどんどんと鈍重に、ひいてはプレイ時間が長大に感じられるようになる。そしてそれは体感的なストレスに直結する。キーレスポンスの異様な悪さや UI の不出来、一挙手一投足に差し込まれる省略不可能なアニメーション、毎回同じ動きをするはずの敵ユニットの不可解なまでに長い思考時間、単調かつバリエーションに乏しく、うんざりするほど長く付き合う羽目になるステージ BGM、 これら一つ一つは小さく思えるクソ要素が、十数時間の退屈な作業プレイを通じて徐々に大がたい苦痛に変質していくのだ。プレイヤースキルの上昇に伴い
一つ一つの問題点が切迫感を増していく。これこそが本作を君と響き合うクソゲーと評したゆえんである。最初は突出した個性のない地味なクソゲーと捉える向きもあった。だが違う。プレイ開始時はつつましやかであり、徐々に重層的にクソのハーモニーを重ね上げ、週末に向かって苦痛のボルテージを高めていくその様は、さながらラベルのボレロを奏でるオーケストラのような壮大さであると言えよう。素晴らしい独創性を見せてくれた本作の勝利を祝し、万来の拍手とともに慎んで献杯したい。理想と理想の食い違いは悲しい争いを生む。制作費が膨れ上がる昨今、メーカーは厳しい現実を前にしてあれこれと注文をつけるプレイヤーの存在から目を背けがちだ。そしてプレイヤーは実際の製品が自らの期待と違った時、そのがっかりに耐えきれずに口汚く糾弾してしまう。こんなものクソゲーだと。そうしてクソゲーという言葉が愛ではなく憎しみに染まる時、プレイヤーもメーカーも笑顔になれなくなる。いつの日かみんなが一つの理想を語り合えるようになる時、クソゲーという言葉から負の側面がなくなるのかもしれない。そんな思いを込めて、古き良き時代の SRPG の金字塔タクティクスオウガから聖騎士ランスロットの残した言葉にあやかることで本稿を終えよう。君たちのようなゲームを愛する者同士が戦わなくともよい。そんな世界を築きたいものだな。ご視聴ありがとうございました。